紹介してほしいな。 それは乙女心を分かってないな。うん、そうよ。それにしても妹さんかわいいわ。
小柄で目が大きくて猫ちゃんみたい。あんな妹が欲しかった。男兄弟ばっかり、しかも可愛くないの。いいな、いいな。私にくれない？そうよね、さすがにダメよね。ちゃんみたいな妹と一緒にお買い物行ったり遊び行きたいな。微笑ましい？ふん、微笑ましいか。夜は一緒にお風呂に入って洗いっこしちゃったりしてね。そうよ、内緒話とかしながらね。顔赤いわよ、どうしたの？微笑ましい話をしてるだけなのに。かわいい。おい！お前、こないだの物理の宿題やったか？ほら、前回プリントで渡されたやつだよ。あのプリント、今日中に提出しないと歩行確定だって話だぞ。B 組のやつが言ってた。俺は今からやる。授業中も内職すればなんとか間に合うだろう。お前もどうにかした方がいいぞ。それじゃな。これ使って。ごめんね、話聞こえちゃったから。差し出がましいかもしれないけど、この間手伝ってもらったお礼ってことで。その代わり梅原くんには内緒よ。それを参考にしながら自分で計算式を解くと一番早いと思うわ。ええ、頑張ってね。
うしたのミャー。ねえねえ、今日は一緒にお風呂に入ろう。え、今日もなの？もう、昨日も一緒に入ったじゃない。だって約束してたバストアップ体操まだ教わってないもん。ああ、そうだったわね。ねえ、いいでしょ、はるちゃん。しょうがないわね。それじゃあ、行こっか。うん、くらえ。停電ですよ。ひしひしひ、仕返し大成功。目隠ししたじゃん。え、どうかした？桃源郷？何が？あ、ミヤちゃん。楽しそうね。私もいいかな。別に。ありがとう。すっごく楽しそうだったけど、何の話をしていたの？そこは素直に教えてよ。意地悪なんだから。ねえ、ミヤちゃん。家庭科の実習だからもう行くね。行っちゃったか。本当に猫ちゃんみたいね。可愛いのに釣れない感じ。可愛いじゃない、とっても。あら、校内の評価は違うみたいよ。ミヤちゃんと知り合った後にね、友達に1年生の猫ちゃんみたいな可愛い子がいたって言ったの。そしたらミヤちゃんってすぐに分かったもん。もちろん本当よ。ミヤちゃんがモテるって嘘をついてもしょうがないじゃない。知らなかったのね。へえ。モテるみたいよ。一部だけどね。うん、一部の男子らしいけど、すっごく人気があるって言ってたわよ。とっつきづらそうだけど、ちっちゃくて可愛いって。心配なのかな、お兄ちゃんは。そう？でもすごく心配そうな顔してる。あ、もしかしてミヤちゃんだけモテるのがちょっと面白くないのかな。そういう君も抜群に可愛いと思うわよ。そうやって素直に顔が赤くなるところも。はあ、ミヤちゃんともこんなやりとりがしたいな。あ、邪魔しちゃってごめんね。バイバイ。